はい、おはようございます。今日はねめちゃめちゃ暑いです。さっきね気温計見たら34度でしたね。でね、今あまりの暑さに国道163号線沿いのローソンに飛び込みました。で、アイスコーヒーをね買って今ちょっと休憩してる最中です。で、今からどうするかというと、お昼ご飯食べに行こうかなと、ちょっと精のつくもんでも食べに行こうかなと思ってね、今バイクを走らした次第です。バイクの方はね、本日はセロ、これに乗ってきております。さあ、163号線をね、これを伊賀方面に向かって走っていきます。横には木津川が流れていて、やっぱりね川沿いを走ると風が気持ちいいですよね。163号線をね伊賀方面に走っていくと笠木っていうところがあるんですよ。そこはねキャンプ場で結構有名なんですけども、実はねその先に笠木トンネルっていうのがあって、そこ今通れるのかな、旧道があってね、トンネルを越えずにこう川沿いを走っていくとね、笠木観光ホテルっていうのが昔あったんですよ。もう特に潰れて今はハイホテルなんですけどもね、もう35年前かな、もうすでにそこはね廃墟やったんですよ。で肝試しにね僕らよく行ってました。で当時はねこういうアクションカメラとかないんで、あの8ミリホームビデオっていうのかな、そういうのを持って行ってたんですよ。あとそれからね、あのバガチョンカメラの映るんです、使い捨てカメラですね、そういうのを持って夜中の2時頃に侵入を試みてたんですよね。まあ今でこそね住居侵入とかそういうのでうるさいんでしょうけど、当時はねなんか無法地帯というか、そういうの全く関係なく僕ら気にせず入ってましたね。まあ若かったんでしょうけど。で仲間3人4人でこういろんなところ行くんですけど、笠木の時はね4人で行ったかな、いや3人かな、1人がカメラを持って、1人がビデオカメラを持って、で僕がねまあ言うたら後ろから行け行け言う監督ですね、この辺映してみろとか、そんなことやってましたわ。いや楽しかったな。で撮影が終わって帰ってきて、それをみんなで見るんですよ。どっかになんか映ってないかとか、結局ね映ってませんでしたけどね。僕は基本ねそういう幽霊っていうのは信じてないんでね、あまり怖くないんですよ。あの日本一周中もね結構なんかその不可思議なそういう現象はあったんですけど、鈍感なんでしょうね、そんなもんやろうとしか思ってませんのでね。あれどこやったかな、九州のね五木かなんかで公園でキャンプしたんですよ。スポーツ公園やったかな、なんかそんなところでやった時も真夜中山に囲まれてる公園ですけど、人の話し声がねボソ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 一晩中聞こえてましたわ。けどまあそんなもんやろうと思えば全然怖くないしね、それよりも何よりも疲れ果ててるからあんまりそういうのにかまってられないんですよね。で伊豆の旧天城トンネル、あの時もねトンネル内を一人で歩いてると後ろから声かけられたんですよね。振り向いたら誰もいてないんです。もちろん誰も歩いてない、僕一人ぼっちなんでね、でもその時もねまあそんなもんやろうと思えば全然怖くないんですよね。お昼ご飯食べに行きます。
こっからね、もうそんなに遠くないと思います。行き先は、味のおふく。有名なのは、土手焼きです。土手焼き食べて、精力つけましょう。体がね、かなりへたってますんでね、うん、パワーをつけないと。のどかですなぁ。めっちゃのどか。風がめっちゃ気持ちいい。のどかな道を、のどかに走る軽自動車。うん、悪いことじゃないです。ええ道やな。ええ景色。まあのどかに走ってるってなんか最近僕よう言うてますけど、例えば50キロ制限の道を35キロで走るとか、40キロで走ってるからのどかに走ってるって言うてるだけなんですよね。いいわけじゃないですよ。50キロ制限の道を50キロで走ってたら別に何も言いません。まあそれだけのことなんです。だけどね、それが悪いことではないのでね、僕は別に怒ってるわけじゃないということだけ弁解させていただきます。はい、こちら名阪国道の伊賀上野サービスエリアですね。なんかサービスエリア言うほどでもないんですけど、でそれのすぐ横にありますこちらがですね、目指す味のおふくさんですね。名物は土手焼きです。今日はねこの土手焼きを食べに参りました。さあ楽しみです。行ってみましょう。あ、空いてる。ガラガラです。土手焼き定食でご飯はどうしましょう。ご飯中で、はい、こちら土手焼き定食を注文しました。ご飯はこちら中ですね。ではいただきたいと思います。いただきます。
はい、サービスエリア伊賀上野にあります味の福さん、こちらの方でね、名物土手焼き定食をいただきました。めちゃめちゃ美味しかったです。ただね、ちょっと味が濃いめな感じですね。だからまた白ご飯と合うんです。なかなか美味しかったです。さあ現在ですね、これは月ヶ瀬ですね、そちらを流しております。この辺はね、大好きな散歩コースなんですけどね。だから針テラスへ行くのか、この先にありますね月ヶ瀬茶屋、こちらの方に行くのか、よくね、どちらかを選んで何の予定もない時はもうお散歩コースで走っておりました。さあ月ヶ瀬茶屋が見えてきました。正式名称は知らないんですけどね、僕らはこれを月ヶ瀬茶屋と呼んでます。本当のところは知りませんよ。ここへね、ちょっと休憩したいと思います。さっきのね、土手焼きが味が濃すぎて喉が渇くんですよね。ちょっと水分補給です。はい、こちらちょっと一服させてもらいます。ということでね、今回はこの辺で動画をね、締めさせていただきたいと思います。いかがでしたでしょうかね。今日は味のお福さん、こちらでね、土手焼き定食中を食べました。もうお腹いっぱいです。皆さんね、ほんま中やと思って舐めてかかったらあきません。かなりの量です。お値段はね、1400円でしたんでね、まあお手頃かなと思います。まあもしね、名阪国道乗られることがありましたら、ぜひ味のお福さん土手焼きを食べてみてはいかがでしょうか。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。このチャンネル少しでもね、面白いなと感じていただけたなら、チャンネル登録とそれからグッド評価ですね、こちらをよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。それじゃね。